蘭育次郎刑事の手古田鶴次郎は今年32歳であった32歳というのはそれは戸籍上の生年月日から割り出された推定年齢であって彼は今でも時々自分の年というものに随分危惧を感じていた。 これは彼ばかりではなく誰だって疑ってみれば自分の生まれた年や月や日は父母かまたは他人の言葉を無条件に信じて満足する以外何しろその生まれたばかりの若ん坊に記憶とか識別とかそういった能力があり得ようはずはないからしようことなしに鵜呑みにするほかどうにもならぬことであった俺は本当に今年32歳であろうか 戸籍上の生まれた年から8年目に小学校に入学し中学大学余科本科と順調に出てしまったけれどもしかしたら父母鶴次郎の記憶には若くいった母の面影はまぶたになかったがあるいはその他の関係から自分の本当の生まれた年月は偽られているかもしれないのだ。 それも一日や二日ならともかくあるいは一月もいや一年二年も偽られているかもしれないしてみると俺の交渉年齢は32歳でも実は33かまたは34歳であるかもしれぬと彼は思った別に本当の生まれ年が戸籍上のそれとは違っていたって今の生活には一向に何の差し支えもないのだが そんなことを真剣に考えてみたりするのはやっぱり神経衰弱のためらしかった。がもう一つ彼の育てられた家庭がひどく厳格なひどく気難しがりやなそれでいて1週間も2週間も誰とも口をきかぬ父の姿をそれもたまーに書斎のドアから隙見する以外全く他人の手に育てられた彼の暗い 何かしら不気味な環境が生んだ会議癖からかもしれなかった。まったく彼の父、古田伊織は、一言で言えば変人であった。鶴次郎が物心ついてから、父の姿はいつも厚いドアを隔てた書斎の中にあった。その書斎の中へは、父の在籍中一度も入ったことはなかったけれど、たまに隙見すると、 そこは15畳ばかりの広い板のの間でそ向こう側はさらについたてで仕切られとてもうかがうすべもなかったけれどいつか裏庭に破れた試験管やフラスコなどが捨てられてあったことから後で想像すれば父はそこで何か科学的な操作をしていたことが考えられたそうして多くの時間後父伊りはそのついたての手前に広い絨毯を敷き詰めて何か一心に所見をし 時にはたをくゆらしていたその父の周囲にはわずかに通路を残していろいろさまざまな本がお山のように積み上げられていかろうじてその間から父の肩の落ちた背後姿が眺められたしたがって父よりについては黒っぽい島の着物を年中き、その頭はすでに反白であったことがただ一つの鮮やかな記憶であった 秋の明るい日がすすきのほずえを透き通った日など珍しく庭に立つことがあっても何か口の中でブツブツとつぶやきながら鶴次郎などへは目もくれずまた草稿と書斎へ入ってしまう父であった鶴次郎はばあやの貞に育てられた貞は老いていたけれど実母のように育んでくれたこの貞がいなかったならば鶴次郎はとうに この暗い影を持った死んだ家庭から飛び出し自由な放浪者になったに違いない幼い鶴次郎はよくサダに「お父様は何をしてんの?」と言って困らせた困らせるつもりはないのだが結果においてそれはサダを困らす質問だったと見えてお父様はご研究をなさっていらっしゃるのですよ といいうののがいつも決まりっっったた。返事であった研究ってなおその上を聞いても「ご研究です」あるいは「サダも研究の意味を知らないのではないか」と思われるほどそんなそっけない返事をするとあとは口をつぐんでしまうのであったしかしサダは そのこと以外には全くいいばあやであった。後年、漱石の坊っちゃんを読んで、そこに出てくるばあやを貞のように錯覚した鶴次郎であったから。その父、いおりは、鶴次郎が18歳の時に死んだ。それは彼が山国の里に父と貞とを残して東京の下宿に住まいながら中学に通っていた夏であった。彼は、 家を出て東京へ行くということをずーっと前から続けて夢に見るほど喜んでいたただサダに別れるのがつらかったけれどでもたった一人の父を置いてサダと一緒に東京に行くことはできると思えばそれもまた仕方がないと思ったサダに別れる悲しみよりもこの暗い家を離れて東京に行く喜びの方がずっと大きかったのだそれで その定の宮殿で父・死すと伝えられた時本当のところ鶴次郎には当該の叔父が死んだほどにも感じられなかった事実父・伊織の映像は彼にとってそんなに不鮮明なのであったもう一つ本当の気持ちを言えば 今まで貞の手を通してきちんきちんと送られた「学士の今後」を見届けるのが目的のように帰京を思い立ったのだ鶴次郎が東京からその不便な壁村へ年俸を受け取ってから3日目に帰った時涙を流して打感ばかりに懐かしがってくれた貞のしわがれた手は何かしら忘れていた感情を痛く刺激し「やっぱり帰ってきてよかった」とつぶやかせた しかし、父の意外は気候が不順なためというので、すでに桃園の者たちによって骨になっていた。彼は別に父の死に顔を見たいという気持ちを持ってきたわけでもなかったけれど、それでもこのあまりにいい手回しを、かえっていささか不満に思ったことは事実である。父、いおりの遺産は七八万であった。これは主に交際や銀行預金で、 不動産といっては二三万くらいの、つまりこの古びた家と敷地と、それに付随した裏山とだけであることが分かった。鶴次郎は和尚の独居を聞きながら、金は五万。すると月に百五十円くらいずつ使って、約二十年はあるな。と胸残業をしていた。彼は、 その家や土地やの不動産を定の名義に書き換えると同時に自分は約五万円の金を持ってさっさと上京の支度を始めたそして田舎駅のプラットホームをコツコツと歩きながらポカンとした演者どもの顔つきを思い出し一人ケラケラと笑ったそれが古田鶴次郎の過去であった 鶴次郎はその遺産を銀行預金にすると毎月いくらいくらという予算で大学を出気に入った職がないままに今日まで遊んでいた予算が守れない月が多かったけれど利子などもついて30歳の正月を1人で迎えた時までまだ預金帳には2万という数字が書かれてあった鶴次郎は今日まで未だ恋というものを知らなかった これは彼が女性嫌悪症というわけではないが奇跡でも何でもなくただ機会がなかったのであるそれは彼の生い立ちが育んだ陰気な気の弱さが原因だと思われた従ってただ恋を知らぬというのは語弊があって正しくは恋し恋された経験がないのであった実際のところ 恋した経験は数え切れぬほどある例えば電車に乗ったとする彼はゆっくりと腰をかけながら一あたり車内を見回すすると彼の視野の中にはもう恋をし一苦労してみたいというような女性の姿が映るのであった鶴次郎は電車に乗るたびに恋をしたそれは乗車駅から降車駅までの間の恋であった しかし彼は自分が目的地へ行くまでの途中で恋した女性が降りてしまってももうその後は追わなかった目ですらも追わなかったそれはどうかした調子下でその彼女が振り向き自分の視線と会った時の恐怖を思うからであった彼は道を歩いていて向こうから来る行きずりの女にも恋をしただがすっと と自分の横を通り抜けて行ってっっしまったからはもう決して振り向かなかったそれはやっぱり彼女が嫌な顔をして自分を睨んでい,いはしまいかという恐れからであった彼は満員電車を好んだそれは身近に恋人が得られるからである彼は細心の注意を払い車の動揺に乗って そのたししい恋人を愛した彼鶴次郎の恋人はまちまちにあふれていたおそらくかつて鶴次郎の恋した女性は数百数千に達するかもしれないだがただの一人からもたった一度もそれらの恋人たちから恋されたことも愛されたこともなかったしかし彼は別に今日まで寂しいとも思わない いや思わなかったのだそれが今の鶴次郎は今度は愛されたいという一人の女性にぶつかってしまったのだそれは今までの雪吊りの火花のような儚い一瞬の恋ではなかったこの強い皮肉な会議癖の鶴次郎には すぐ恋をしてもまたすぐにそれを忘れてしまうような何かしらの欠点をその町の恋人たちのどこかに発見してしまったのであろうところが今度という今度はもうどうにもならぬ強い魅力をその女性緑が持っているのであった事実緑は若かったし美しかったし些細な欠点をも忘れてきたような女性であると彼は思った 断髪で形よく整えられたパーマネントウェーブを黒のリボンで押さえ笑うとその子供子供した顔の真ん中がニューッとへこんで黒い瞳がチカリと光り何かわからぬことがあると「えー、っと首を右にかしげて覗き込むようにしそしてまた気に入らぬことがあると「まあね」と言って年間のように取りすましてみせる。 緑は21歳でそんなしぐを持っていた鶴次郎がその緑を知ったのは昨年の9月23日であったその日は旧学友の同窓会みたいな紹介があって旧友のそろそろ落ち着いてきた様子に少しばかり羨ましく思ったり相変わらず一人で遊んでいる自分を羨まれたりして昔のようにワイワイと心の浮いた調子に流れて入った二次会の先 バーレッドムーンにその緑がいたのであったそれで彼はその日をはっきりと覚えていた彼はいつもの調子でそのバーレッドムーンに12時間いるうちにそこの数人の女給に恋を感じたそしてそれぞれにとても捨てがたいと思われたしかし翌朝一人住まいのアパートのぺこんとへこんだベッドの中で目を覚ますと一緒に 喉の渇きよりも先に不思議なことには昨夜の女給緑の顔をありありと思い出したのであるそれはかつて経験したことのない現象であった日に二人も三人も内心猛烈な恋をする鶴次郎ではあったが翌日にまでありありと持ち越すような恋人は知らなかったのである鶴次郎の心は このかつてない現象のために少なからず動揺した。これは、一体どうしたわけだ日いっぱいそれを考えても無駄であった。結局夕方になると、何とはなく押し出されるようにそのバーレッドムーンに足が向いていた。夜ごとの送り迎えに忙しい緑の方が帰って。いらっしゃいませ。 などと取りすましてゆうべ来たばかりのこの客を忘れていたようであるおやこいつと思うと自尊心を傷つけられたような真っ正面から不意に一本切り込まれたようなえたいの知れぬ興味を覚えたそれが鶴次郎と緑との交渉の初めであったそれからの彼はすっかり緑にとらわれてしまった その緑の体臭を身近に感じない日は寝てもまぶたが合わなかった鶴次郎は預金がどんどん減るのも意に介さなかったがそのことは緑の心をつかまえるのに非常に役立ったようである緑もだんだん彼に好意を見せてきたと同時に彼女は彼の椅子にかけた膝の上に そのコルセットでぴっちりと締めたお尻をのっけて足をブランブランさせるのが毎夜の癖になったそして緑は下から見上げる彼と話すのであったが彼もそれがたまらなく好もしかったそうすると彼女がそのかわいい口を小さく開けて話すたびに胸の奥からの大衆が鶴次郎の顔一面に降りかかるのであるこれに似た気持ちを、 鶴次郎はかつて満員電車の中で数度味わったことがあるしかしそれとこれとは段違いであった町の女はみんな申し合わせたようにツンとしていた中にはまれに彼の視線に微笑みをくれるような女もあったがその女たちは鶴次郎ほどのものにさえすぐ欠点を見つけられるようなものであったし一目で恋を感じるような女は みなたくさんの自尊心を背負っているように彼の視線とは交わらなかったのだところが緑はそれと全然違った彼女は美しいそして町の過去の恋人たちのようにお人形ではなく彼と口を聞き笑ってくれるのであるそしてまた好意を持ってくれる 鶴次郎が緑にすべてを忘れて傾倒してしまったのも決して無理とは思われなかった三十二歳の彼がこうした女性を発見するのがむしろ遅かったようにさえ思われたこれが彼の気持ちである美少演唱そうした言葉は知っているけれどそれが恋する緑から自分に与えられた時鶴次郎は彼女を喜ばし そしてその嬉しそうな笑顔を見るためにはそれこそ満勤も惜しいとは思わなかったのは当然であった彼の預金帳の数字はまるでカンナにかけられた難罪のようにどんどん減っていったその預金帳のおがくずが緑の夜会服でありエバァ羽織でありチカチカと目をさす宝石の指輪であった緑と鶴次郎とは これからの生を一緒に生活しようと約束した。そうして2人はベランダのついたバンガロー風の家に住むことを夢見ていたこのひどく幸福であった鶴次郎が突然抜き差しならぬ泥沼の神経衰弱になってしまった原因は実にバカバカしいことであったそれは緑が、 あらずいぶん薄くなったわねえ。と少しばかり大行に彼の頭を見上げたことであったもっともその時は「おじいちゃんだからね」と軽く笑って答えたものの一人冷たいアパートに帰って何気なく洋服ダンスの鏡に映った自分の頭を見ると「なるほど気のせいもあろうが」 ひどく髪の毛が薄くなったように思われた光線のせいかスーッと地肌が透けて見えるような気がしたもともとあまりこからぬ頭の髪がこの脇口に入ってから頭をかきなぜるたびにポロポロと抜け落ちたくしげずるたびにくしの歯が埋まるほどの抜け毛があったそこへ緑のちょっとした軽口が霧のように突き刺さったのだ 俺はまだ32歳なのだそう思ってまだハゲる年齢ではないのだと自分自身に言い聞かせてもでもやっぱり不安であった夜寝ても寝ている間にスルッと頭の髪がまるでカツラのように抜け落ちそうな気がしたりそんな忌まわしい夢を見たりしてはハッと目を覚まして恐る恐る頭をなぜてみ あるいは枕の下に忍ばせておいた小鏡を出して覗いてみたりしたそんな時の自分の顔は今にも泣き出しそうに歪んでいて余計寂しかった朝起きてみるとシーツや枕大井には色の合わせた抜け毛が毎朝必ず十数本も丸く絡んで落ちていた鶴次郎はそれを丹念に1本ずつ拾って束にしてみるとほっと とため息をつきながらその二階の部屋の窓を開け一本一本秋風に飛ばすのであった気候のせいなのだそれに飲みすぎる酒がいけないのだとつぶやいたりわざと声を立てて言ってみたりしたがそんなことでは気が落ち着かなかったそれにしても多すぎる そう胸の中で震え声で叫ぶものがあった鶴次郎は若ハゲというものを想像したそれは旗から見てひどく滑稽であっただけに自分がそうなるのではないかという不安に駆られている今突然胸の中が空っぽになったような嫌な気持ちに襲われてくる「俺は今年32歳ではなく実は。 もう、はげるほどの年寄りなのかもしれぬ。と思ったのもそのせいであった。それは自分の年齢に疑問を持つほどの深刻な不安、というか恐れであった。特に彼のような暗い幼児と、これが生んだ怪異壁の男には、物狂わしい悩みであった。でも、やっぱり緑は忘れられなかった。いや、 緑のところにいる間はともかくそんな暗い不安な気持ちから離れていることができたのだ一度のその冗談が意外に痛烈に彼の胸に響いたのを読み取った緑は賢くもそれを忘れるように彼を楽しませてくれたからであるやがて秋も沈んで冬がやってきた。 そうしても彼の抜け毛は止まらなかったいや前よりもなおいよいよ激しく抜けるような気がしただいぶ薄くなったようですねアパートの事務所の親父の愛想笑いにもグびんと心臓が喉に使えるくらい自分の気持ちを見透かされたような気がした鶴次郎は年のわりに豊富な漆黒な頭髪がムカムカするほどシであった そしてその真っ黒な頭の髪をひっつかんでずるずる引き回してやりたいほどのムカつきを覚えた彼の神経衰弱はいよいよひどくなってきたそして自分の年齢は真実32歳であろうかなどと途方もないことを疑ってみたり果てはあの暗い何か秘密ありげな幼い頃の自分の家庭というものからいつかああ 俺は雷家族の一員ではないか。という恐れにどしんとばかり突き当たってしまったのであるその雷という言葉を思いついた途端体中の血潮がスーッと足のつま先から抜け出していったような寒々とした恐怖におののいたああそういえばあの山国の奇怪な家庭と父の行動を 疑えば疑うほどいよいよその不安は不安などという生やさしいものではなく生々しい現実感を持って迫ってくる父伊織はすでにあの時発病していたのではなかったかそのため我が子にさえ顔すら見せようとはしなかったのではなかったろうか雷は伝染病であると知っていた父は我が子にその伝染を恐れて我から あの優秀の人となっていたのではなかろうか父が死んだ時その意外はたった一人の維持鶴次郎の帰郷するのも待たず既に骨になっていたそれは伝染を恐れてその蝕まれた肉体をすぐ焼かれてしまったのではなかろうかああなんということだ鶴次郎は呆然と貯立したままだった 俺の血は呪われているんだ。激しい息遣いが喉でゼーゼーとなった。泣いてはいないのに硬い涙が浮かんで目の中に硫酸を落とされたように染みた。ベッドに打ち倒れると噛み締めた唇が裂けて血がタラタラと流れ出た。しかしそんなことには気もつかなかった。ただ体中 むじ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 と小虫のはい回るようなむずがゆさを覚え脇の下や額にはべっとりと生汗が浮かんできそれんが無性にべベトベトとべととべとつきいらたたしく腹たたしく恐ろしく感じられるのであった鶴次郎は医者に行ってみようかと一度は思ったしかしいまさら医者に見せてもしようのないことだというやけもあったし またそうはっきりと診断される時のことを思うと足が向かないのであった彼はそれから3日目にバーレッドムーンに行った緑はそのたった数日のうちにめっきり憔悴してしまった鶴次郎の姿に手編みのショールの出来栄えを自慢しそれから一つすねてやらなければと考えていた計画をすっかり忘れて眉を曇らせたどうしたのよね うん、彼は近寄ってくる緑を一瞬避けるようなそぶりをしたそれは緑に病気を移したくないというよりも自分でも無意識な反射的な仕草であったしかし緑はもちろん何も知らずにいつものように彼の膝に腰をかけたと鶴次郎の耳の底で雷だ ライダーと叫ぶ声をじんじん聞きながらも、その緑の柔らかい肉体を離す力が出なかった。むしろわなわなと震える手で、しっかり離すまいと緑を抱いていた。いや、ちょっと距離に不幸があってね。あら、そう。いけないわね。どうしたのああ、いや、なんでもないんだよ。 さあ、ひとつ持ってきて。彼の前には、いくつかのカップが並んだ。その緑色のキュラソウが、気のせいか、ふと真っ赤なブドウ酒に見えるほど、彼の目は濁っていた。鶴次郎は、思い切って、サダに手紙を書いた。それは、ついに自分も発病して、抜け毛の激しいこと。 ついては今度父の模様を隠すこともなかろうからぜひ詳細に教えてほしい「父の研究は一体何であったか」という意味であった今日まで父の研究が一体何であったかは強いて詮索もしなかったけれど今にしてみればそれはラインに対する闘病であったかもしれないそれをうすうす貞も知りながら 彼の質問にいつも「ご研究です」と言葉を濁していたのかもしれぬと鶴次郎は思ったそういえば父の死を聞いて帰った時にはすでに父の書斎はきれいに片づけられていてあのドアから隙見した幼児の記憶の面影は全然なかったそんなことも疑えば疑えるような気がするのであるその手紙を投函してから 鶴次郎は毎日毎日をじりじりして待っていただが1週間たっても2週間たっても定からははがき1枚の返事も来なかったそれはいよいよ彼を失望の底へ投げ落とした「手紙が付着ならば帰ってくるはずである」「定があの手紙を入手しながらなぜ返事1つよこさないのであろう」 それが一層不吉な予感を彼に与えるのであった鶴次郎が緑に合うまではまだ2万円ばかりの預金があったしかし彼女と愛してからは予想外の出費がかさんでその預金高はまるで日向に置かれた氷のようにどんどん減っていったこれも彼の心を苛立たす大きな原因であったことは否めない鶴次郎は 身の焼けるような焦燥と時期とを味わった。どうせ俺の命は長くない。俺の金も、もう先が見えている。彼の頭の中には、繰り返し繰り返しそんな囁きが聞こえていた。緑俺はお前を残していくことはできぬ。 もう、鶴次郎には考えている必要はなかった。思い切って預金の残額を全部引き出すと、電話をかけて緑を呼び出した。緑はすぐ来た。温泉へ行こう。もう、急にどうしたのいや。あら、嫌じゃないわよ,よ。それ本当本当さ。 嬉しいわ。行くわ。じゃあ待っただよ。支度するから私。支度そんなものはいらないよ。これから銀座へ行って全部揃えていこうよ。まあ、いいのそんなことして。大丈夫だよ。思いがけぬ金が入ったんだから。鶴次郎は海中からその全財産を出すと、 これはその一部であるかのような顔をしてポンと叩いてみせた。もう彼女は息を吸うと、いいわ、とうなずいた。彼はその緑の真っ白い透き通るようなうなじと断髪の襟足との対象に、ごくんと硬い喉いっぱいの唾を飲んだ。 暗いいつも首をすくめたような地味だった半生それはピリオドを打つ華やかな半月であった緑のローザイクに色と艶とを添えたような美しさは例えようもない女のうまみを加えて鶴次郎に迫るのだそして彼女はこの半月ばかりの間の幸福にすっかり酔ってはしゃいでいた 彼とても精一杯馬鹿になりたいのだけれど何かしらすぐハッとさせられるようなものが首筋のすぐ後ろにいつも控えているのであった。ねえ、あたしこういう家がいいと思うの。それはね、やっぱり郊外がいいわ。あなたと二人っきりで住むんだから。赤い屋根でバンガロー風で、少しチンプかしら。でもいいわ。 そして、妖魔は一つでいいの。そこにベランダが続いていて。うん。あら、どうしたのうん。いや、少し眠たくなったよ。寝ないか。そうね。やっぱり旅は疲れるわね。じゃあ、寝ましょうか。うん。緑。 幸福無論あなたに殺されるほどえっ鶴次郎は思わず胸の中を見透かされたようにドキンとしたほら耳をつけるとお湯の出る音が聞こえるわおやすみおやすみやがてかすかな寝息が漏れると もう緑は子供のように薄く口をあけて寝入ってしまった鶴次郎は注意してそれをのぞき込むと目頭がポーッと潤んできた今夜が最後だというのにあなたに殺されるほどそう言って喜んでいた緑だがお前にはもう明日がないんだ 俺の腐った体と一緒に死んでもらわなければならぬ。鶴次郎はそーっと辺りを見回した。しかしこの温泉宿の一室には緑の首を締めるような何も適当なものはなかった。もう一度見回しながら、ふと自分のズボンのベルトに気がついた。ああ、そうかとつぶやきながら抜き取って、小さな輪を作ってみた。 立ち上がりかけたけれどまだ早いそう思ってまたあぐらをかいたそれからどのくらい経ったのか鶴次郎はベルトを片手にぶら下げて突っ立ったままブルブルと震えていたとうとう緑をやってしまっただが 鶴次郎は死ねなかった死ぬのが怖くなってしまったのだこんなことは全然考えてもいなかったことだ一度怖いと思ったらもうどうしてもその緑の紙墳のついたベルトを自分の首に巻くことができなかった嫌だ嫌だ何も今すぐ死ななくともそう長くは生きられない俺の命だ そんなずるいささやきが殺してしまった緑への弁解のように胸の中で聞こえていた今にも張り裂けそうに痛むこめかみをコツンコツンと叩きながらそれでも証拠になりそうな自分の持ち物を鞄に詰め緑のハンドバッグの中まで丹念に調べてから盗人のように足音を忍ばせて中庭から闇に紛れ出た今考えてみると 水興にでたらめを書いておいた矢野町が帰って何の幸いになるかわからぬと思ったどこへともかくやっぱり一度はアパートに帰って後を考えるより仕方がなかったアパートに帰り着くとすぐ事務所の親父が見つけて「お手紙ですよ」はっとした目の先へ手紙を突き出した その無作法な態度がなぜか自分の行動を難喫するように思われた鶴次郎はそれをひったくるようにして部屋へ入るとガチャンと鍵を下ろしやっとほっとしたその手紙をひっくり返してみると「貞」という字がかすれかすれに書かれてあったチェッと舌打ちして放り出したがすぐ拾い上げて封を切った鶴次郎様 お手紙を拝見いたしました。ご病気だそうですが、その後、いかがでいらっしゃいますか。さだも病気で、ご返事申すのが遅れまして申し訳ございません。それで、おいに頼みまして、やっとご返事いたします。お父様のことについてお尋ねでございましたが、今申し上げます。それは、お父様は、ある方のお頼みで、 それはそれは強い秘密でありましたがお亡くなりましたのはその試しをされてその爆発のためにそれはそれは無残なお姿でお亡くなりになりましたのですそれでその無残なお姿をあなた様へご覧に入れるのも心苦しくお骨にいたしましたのですが それれがご不審なれば、この貞深く深くなた様はお小さい時からのぼせ症でお串が薄くていらっしゃいましたからそんなに抜けるのでございましょう佐田の里でできました椿油を小包でお送りいたしましたからお使いくださいまし鶴次郎は呆然とした そして読みながらいつか頭をかきむしっていたが気がついてみると毛は抜けていないではないかラいだと思ったのは俺の思い過ごしか人一倍抜け毛の多い自分を自分で病気にしてしまっているのだ思わず狩猟の過ぎたこの秋からはそれが特にひどかったのであろうそう思うと 体のどこへもそれらしい兆候がないではないか体がムズムズしたのはあれは抜け毛が襟元から落ち込んだせいかそれとも秋口に着込んだ毛のシャツのいたずらに違いない緑とんでもないことをしてしまった俺は殺さなくてもいいお前を殺してしまったのだ逃げるのだ しかし最後の陥落に使い果たしてしまってもはや全財産は数個の金貨を残している霧だ確かに鍵をかけたはずのドアがスーッと開いたぎくんと見張ると刑事らしい背広の男が立っていた古田鶴次郎だな一緒に来たまえ。 一目で部屋の隅々まで見極めるような鋭い目であった。なぜです自分でもわかるだろう。もう、そんなに早くわかるはずがない。そら見ろ早く来いど、どんな理由ですどんなうるさい真珠未遂だ 未遂じゃあ、緑は死ななかったんですね。緑は。あれからすぐ緑は女中にでも発見されたのだろう。そして俺の住所を言ったに違いない。それでなければ、こんなに早くわかるはずがない。鶴次郎は、刑事と並んで歩き続けながら考えた。しかし、そうすると、俺は緑を迎えに行かなければならぬ。 だが、宿賃を払う金もない。緑の、軽蔑に歪んだクローズアップが浮かんだ。たまらない。嫌だ。嫌だ。嘘だ。大嘘だ。真珠ではないぞ。俺はあの女を殺して金を取ったんだ。俺は、人殺しだ。 何刑事が彼の腕を取った。俺は強盗で、人殺しだ刑務所へ、刑務所へ一生ぶち込んでくれいや、死刑。死刑だ鶴次郎は、刑事にしっかり腕を掴まれると、かえって、さだにぶら下がった時のような、 安易な気持ちを覚えてきた。